はい、どうも秘密が消費がめ総水八でございます。今回は、新設のオープン特別ですね、新潟ヒンバステークス、こちらの予想をしていきたいと思います。まあ、新潟の土曜日のメインレース11レース芝 2200m のヒンバ限定戦、エリザベス女王杯の前哨戦になるのかなというところなんですけどもね。あれ確か優先出走権とかあったっけ。まあいいや、まあ、そんな感じでね、新設されたレースなんですけれども、まあ、今回ね、実績は上位5頭、この辺がね、金走実績って意味では抜けてるのかなというところになりました。まあ、中でも軸で迷ったのは、この6番、ウラヌスチャームにするか、エスポワールにするか、ディープフラウミルヒにするかというところなんですけども、まずはウラヌスチャームですね、長めの距離なら、まあ、ボバ相手にも実績がある馬です。まあ、新潟ローカルってことでね、騎手的には、超トップっていうのがいない中で、まあ、この中だったら、まあ、横山武史が今年大ブレイクして一番信頼してみたいなということでこの馬を軸にすることにしてみました。まあ、そして2番のエスポワール、まあ、前走こそ崩れたものの、ね、それまでの成績の安定感、まあ、半年6ヶ月の休養明けにはなりますが信頼を受けるんじゃないかなということでここからいきたいと思います。まあ、そしてフィディアプーラ、まあ、前走ね、金量考えたら、クイーンステークスじゃないや、マーメイドステークスか。マーメイドステークスってね、軽ハンデの馬が上位を占めたレースで、54キロとかね、53キロ以上の、まあ、マーメイドステークスでの金量で言えば、53キロを超えたね、オープン馬の金量をちゃんと背負った馬たちの中では、実は構想していたと考えられるんで、これは狙ってみたいなと。まあ、この馬の休み明け実績のところの、ね、成績は悪いですけども、まあ、キャロットファーム所属、ノーザンファームの育成ってことを考えると、まあ、それでも一応仕上げては来てるだろうなということで、紐には拾っておきたいと思います。そして8番、ディープフラウミルヒ。この馬の、ね、距離延長自体はプラスに出るはずです。まあ、春の構想時の実績ならここでも十分上位ということでね、これ軸にするか迷ったけど、金層不振のマイネルは狙いづらいよねと。まあ、そして13番、ミス・マンマミア。前走こそ大敗もね、昇級後徐々にオープンで通用するようになってきてます。このメンバーだったらいけるんじゃないでしょうかというところで、まあ、軸1頭ひも 4.1 いつも通りのね、サブチャンネルこちらの方の予想スタイルという形にしてみました。まあ、ぜひねこんな感じで予想の方も各レースやっていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。